はい、こんにちは。レックス専任講師の矢島です。えー、本日こちらの動画をご覧になっている方は、まあ、何らかの形で、まあ、予備校の講座をね、利用して、まあ、なんか受験勉強していこうっていうふうに、あの、思っている方が多いんじゃないかと思うんですね。で、私の方で、まあ、司法試験の合格に必要な講座を、まあ、あの、いろいろやっておりまして、で、まあ、こういうものがね、えー、ありますよっていうような、そういうご案内をね、ちょっと簡単に短い時間で、あの、いできればね、というふうに、あの、思っております。で、まずね、あの、司法試験に関しては、ちょっとこう、論文試験の出題の傾向に、ちょっといろいろ変化がね、最近まあ、ありましたけど、そこ ちょっと簡単にね、あの触れたいと思いますね。ちょっとこう画面の方をね、えー、見て。 いただければと思うんですけれどもまずあの司法試験に関しましてはあのこのけ憲法ですねこれ令和元年の,、ね、あの法務省の方であでダウンロードできますけれども、えー、令和元年の、ね、憲法の,あの問題になりますでその設問の例えばこの結論部分のところなんですけども、まあ、あなたはね A 省から依頼を受けて法律家としてこの立法措置が合憲か違憲かという点について意見を述べることになったんだと、まあ、従来あの、えー、特にまあ平成29年以前ですね平成30年からまあちょっとこう憲法訴訟の場面 ではなくてこうちょっとね法律家としてまあ何かこう法案に関してね意見をまあ述べる。 というような形式で憲法上の問題点を論じるようなものになってて、でまあ、この平成30年とこの令和元年の試験、まあ、そこのところ同じなんですね。で、この令和元年で、特にこの2段落目、説問の2段落目ですけれども、まあ、その際、栄誉からは参考とすべきまず判例があればね、それを踏まえて論ずるように、で、この判例踏まえて論ずるようにっていう条件は、実はあのこの昨年度の平成30年の問題文にも実はついてました。ただ、このあとですね、そして、判例の立場に問題があると考える場合は、そのことについても論じるようにね、 求められていいるととうことで、まあ、特に、もともと試験交際に、ね、憲法に関してはやっぱりこう判例を踏まえて、ね、別に判例に迎合する判例の立場に迎合するということを求めているわけではないんですけど、まあ、少なくともこう判例に賛成するか、まあ、判,判例に反対してま,あまた別の、ねえー、こう見解を使って事例を処理するのかあまあいずれにしろです、ね、この判例をまず踏まえて、ね、論ずる必要があるんだということが実はあの従来、あの出題の詩とかと採点実家にこう結構まあ書かれていたんですよね。ただその説問のまあ中でこう っていうことがまあ20平成29年まではなかったんですけど、まあ、30年からそれがちょっとこう明示されるようになってでさらにこの令和元年に関してはね、まあ、判例を踏まえてのほかに、まあ、その問題点があるときはね判例について何か問題点があるんであればそれも論ずる必要があるんだよっていうような形で、まあ、しっかりとこう判例のことをね学習 しなければいけないんだっていうようなあことがね明示されるようになってますね。でまあ私の方でまあいろいろ講座やってるんですけれども、まあ、後でちょっとこう講座簡単にご紹介しますけどね、インプットの講座も論文の講座もまあこういう問題に対応できるようにね、まあ特にこう重要になるような判例に関しては結構深い理解ができるような講義をまあした上で、あとその判例に対して特にこうね、えー、批判が多いようなあことに関してはちゃんとその批判をまあ理解できるような形であのその講義をねして、でこういう新しいまあ司法試験の傾向に対応できるような形でまあインプットもあと論文もね、えー、その 対策ができるようにあ,のしておりますあとはですね、えー、と取材傾向の変化という点では今の憲法をご紹介しましたけど今度ですねちょっと刑法の、えー、問題になりますね、まあ、問題文はの法務省の方でねダウンロードできますので、まあ、あの見たことがないという方はあの見ていただければと思うんですが、まあ、ここでとりあえずちょっとが簡単な概要だけねちょっと。えー 説明しますと、刑法に関しては、ですねまず、あの説問1から説,説問3までについて答えなさいということになってますね、で、えー、この点、あの平成、まあ、昨年も実はこういう形で、刑法あの、説問が3つっていう形で、あの取材されてて、ですね29年以前までのように、なんか一つのこう長い問題を出してね、でその中で、まあ、公の在籍を論じたりとか、乙の在籍を論じたりっていうのはあの、そういう形式ではなくなりましてね、こういう形で、まあ、説問で、複数の説問からこう構成されるようなあ問題になったというところですね、まあ、平成30年。 そして令和元年ですね特筆すべきところは、まあ、その平成30年の問題と令和元年の問題なんかがそうなんですけれどもあ,のある特定のまあ論点に関して従来は、ね、平成29年以前まではある特定の論点に関して、まあ、あらかじめ自分で、まあ、この論点は例えば何説で書くんだってことをもう事前に決めておけばですねあとはその本番の試験でその論点を抽出して事前に自分が、ね、あのちゃんと理解と記憶をしていたその法的な、ねまあ、規範ですね。それをこう永遠 出して、あと当てはめしていくだけで、まあなんとなく事例が処理できたんですけれども。まあ平成三十年以降ですね。まあ令和元年の、まあ問題も含むんですけれども。この、もともとね、自分でこう決めた見解だけでは処理できないような、その形式になってるんですね。ちょっとこう画面の方で。え、問をお見せいたしますと、例えばこの設問に。なんですけどね、令和元年の刑法ですけど。まあ事例一において、高が現金を引き出そうとした行為が窃盗未遂罪に。 が成立することを前提として、まあ、あの事案あまりこう、ね、しっかりと見てないんであの今そんなに、えー、深くこう突っ込まなくても大丈夫ですけれどもねとりあえずこの説問の形式だけちょっとねあの確認をしたいんですね、まあ、とりあえずあの、項にね窃盗未遂罪が成立することをまあ前提に事例2における乙の在籍について論じなさいとでなお論述に際しては一家の1および二双方に言及してであの最後ね、ね自らのまあ見解でそれは括弧してありますけど1および二で記載した立場にかか、えー、限られないんだということになってますね。で ① c のところでオツ、えー、に自己強盗罪とね。自己強盗の罪ですね。自己強盗の罪の共同、左派が成立するとの立場から、どのような説明が考えられるか、丸にオツに脅迫罪の限度で共同、左派が成立するとの立場からはどのような説明が考えられるかるとかうるかいう形になってますね。これはまあ、あの先に窃盗の未遂をした人がいてね。で、えー、その後まあ,あの後から来た人と先行者がま共、あ、謀してで、事後強盗所定のまあ、目的で、後から来た人がその被害者に対して脅迫をまあ、した。っていうね。まあ、よくあの。 当罪のね共犯の問題としてまあ論点になるようなものなんですけどこんな感じでですねその自分がもともとね決めたまあ結論とは必ずしもこう同じではないね別のか結論に至るような、まあ、そういう理論構成までこうさせるようなねそういうあの問題になってますでこれはあの昨年度のまあ平成30年度ね問題からまあこんな感じですねというわけでまあこういう問題に対応するにはまずインプットの段階でね、まあ、しっかりとその特に大事なその刑法のね論点の中であればね、まあ、どういう 理由でその結論が分かれるようなそれぞれこう異なる見解があるのかということをまあちゃんとまあ理解した上でさらにこう論文のね講座の方でまあこういう形式の問題に慣れていくところが必要だということでそれでまあ今回私の方で作っているねまあインプットの講座とまあ論文の講座の方ですねまあこういう形式に対応できるようにですねまあ深い大事なところに関してはねちゃんと試験に対応できるようなまあ深い内容のねものにあのするようにしています。 映しますね、えー、とこちらですけれども、これはね令和元年からね大きく傾向が変わりましたね、えー、とこれ、刑事訴訟法のね、説問の結論部分,部分なんですけれども、説問1、これ、あの別件逮捕・交留の問題だったんですよ、で説問1のね、形式がどうなってるかというと、かせむ丸一の逮捕・交留、およびこれに引き続く、平成31年3月20日までの身体拘束の適法性について、で縦1、具体的事実を適切しつつ、論じなさい。ででここまでだったら従来のののね平成30年以前のあの 私たちの小試験の論文試験と、えー、同じような形式だったんですけど、この今度、縦2で、ここがあの新しい新傾向ですね、1とは異なる結論を導く理論構成を想定し、でここもやっぱり具体的事実を適時数論じなさいだから、<laughs> ちゃんとあの自分の見解からね、こう導かれる結論とは異なる結論を導く、ちゃんとこの法的な判断枠組み、規範ですね、えー、それをちゃんと立てて、 でそこからきちんと当てはめしてそっちからでもです、ね、結論を出すことが求められているんですよね。で、なお書きでその際、えー、これを採用しない理由についても言及すること、要は縦1のところで、まあ、自分の見解で、ねまあ、普通に三段論法をして事例を処理して、で縦2のところでは、ねえー、その異なる結論をまあ導く、ね、その規範、理論構成をまあ示して、でそれでまあ結局、その当てはめも普通にしてまあ結論を出すと、でそれで、えー、なんでその見解をじゃ取らないのというところをまあ説明するようなあの問題になっています。でこのの点もなんかちょっと刑法の問題に 似というふうに思うんですけど、まあ、従来ねあの刑法も刑窓法も、まあ、ある論点に関して事前に決めた見解でねそのまま普通に三段論法して事例が処理できたんですけど、まあ、ある意味それだとこう結構丸暗記のね、えー、要はその理論の意味が分かってなくてももう例えばもうこういう論点が出たらもうこういう形の規範でやるって決めさえ決めてしまえばね、まあ、なんとかこう事例が処理できていったんですけどなんかやはり試験講ー員の方でねなんかそういう浅い勉強はしてもらいたくないんだとおそらくね受験生の方に。 思ってたあようで、まあ、そういう形でちゃんと理論のね意味が分かってんのかどうかあということをしっかりとま試すような形でこう問題のね、えー、傾向形式を変えてるのかなっていう,ふうに思うんですね。えー、ですのでまこういう形式の問題に対応しようとするにはですね、やはりそのインプットの段階で重要な論点に関してはね、その理論の分かれ目なぜその理論が分かれるのかどうか、単に A 説 B 説って形でその規範の形だけを覚えていてもなかなかこういう問題うまくま処理できなくて、やっぱ根本ですね。なぜここで、えー、こう話が分かれるのかっていうところをしっかりとまず理解をましておくということ ですね、で私のインプットの講座の方でも、やはりこういう問題に対応できるようにね、あのしっかりとそういうところはやっていく予定ですね。あと、その形式面のところでも、まあ、オリジナル問題等を、ね、利用して、えー、その論文の方の講座ではです、ね、こういう問題に対応できるように、えー、していこうというふうには考えております。というわけで、まあ、以上が、ね、大体この新しい、こ、ま、こ、あ、最近の司法試験の、ねえー、傾向ですね、まあ、科目によってこういうふうにあのちょっと変化がありますよっていうちょっとお知らせでした。 いるようにしてきますけど私の講座の一覧ですねで、ちょっとダウンロードできない方のために 画面の方にですね映してみます、こ、えー、こちらですねね、えー、まあ,あこの、ね、予備校の講座を利用して、まあ、ちょっとこう勉強してみたいなという人ね、まあ、もちろんの予備校の講座なんかね利用しないでも、まあ、自分でどん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 んできる人はあのいいんですけどねまあそれだとなかなかこう時間とかね、えー、まあ効率が悪いんだということでね、まあ、その時間と効率をなんとかうまく、えー、調整したいんだっていうんであればねちょっとこちらの予備校の講座なんか私の口座なんかをねちょっと考えてもらえればと思いますね。ねちょっとこういっ 中身なんですけどもどういう構図があるのかあですね。 でこの点に関しては、えー、最新の改正法やね判例にあのこの2020年合格目標という形でまあ今期あの5月以降にねあのどん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 新しい講座を、えー、作ってるんですけどねまあ既存のあの昨年やった講座も全部ねテキストをあの改定して、えー、講義全部取り直してっていう形でまあ2020年合格目標のものをあの作ってますで、えー、全部法改正とかね新しい判例に対応していますで、えー、この二つ目のブロックのところなんですけども、えー、合格に必要な能力をね身につけるためのまあ四つの講座ということで、えー、どの講座 をね受講すればまあいいのかとりあえず迷っている人は次の4つの講座をね受講すれば合格に必要な知識ですとか法的思考能力をですね習得できるようになっていますでちなみに、この1と2がね核となる講座ですねで、3と4はまあ短い時間でね、まあ、実施する試験直前期にあるまあこの直前対策講座というふうに、ね、あの言われるようなものになっています。 で、えー、まず、ね、機関講座がこの下、ですね、一矢島の即集インプット講座、これ、えー、は、えー、合格に必要な基本知識や重要判例を体系的にね、確実に、まあ、習得して、えー、どのような問題にも、まあ、対応できる、まあ、真の学力を身につけるための、まあ、講座ですね。これ、今、の民法ですねあの、実際の講義ではなくて、まあ、あのこの誰もいないスタジオでね、サンプルでちょっと収録した民法の,あの講義と、あとお試し及び受講という形で、実際にあのもうあの受講生の前で憲法がね、この講、えー この動画を収録している時点で、まあ、憲法の講義が、えー、終わって、今度からあの民法の、ねえー、ちょっと講義が始まるんですけど、憲法に関してはお試しウェブ受講っていう形であの申し込みをしていただければですね、えー、このテキストと、ね、講義、実際の講義をちょっとこう試しで、ね、聞くことがあのできるようになっております。えー、そして今度、 この1の矢島の即止インプット講座であのしっかりね合格に必要な知識を身につけてもらったらですね今度、2の方ですね、矢島の論文完成講座という方で今度、論文の書き方を学ぶとで中身ですけども、丸るインプットした基本知識を論文試験の事例処理を通じて、答案の形にするのにね必要な法的思考能力を習得するための講座になってます。で、あのておりは全て私があの責任を持ってきちんとね最近の,この試験講座サインがね出している自然資料や採点実感にちゃんと整合するような形でね本番の試験で ちゃんといい評価を受けられるようなねそういうあの回答例を作ってでそういう回答例の、ね、作り方をもう徹底的に、ね、講義をするというようなことをやっております、ね。というわけで、この1の,この、ね、矢島の即進プット講座でインプットをしてでこの2の矢島の論文完成講座で、まあ、論文の書き方を学ぶというような形でこれでまあ合格に必要な、ね、まず、えー、本当に基礎的な、ね、力、能力を身につけることができるということになってますね。ねさらにあの直前対策講座 で、三ですね矢島のスピードチェック講座こちらはですね、まあ、合格に必要な重要論点ですとか重要判例をですね、えー、試験直前期にまあ短い時間でね、効率よくあの復習するためのお講座になってますまあ直前期でね結構インプット間に合わないっていう形で、あのー、こうあ焦ってるね、まあ、受験生例年、うん、いらっしゃいますけどね、まあ、そういう方でもなんとかこの短い時間でね、えー、重要なあ知識をしっかりとこうですね、えー、学習することによってね、まあ、試験に対して自信を持ってね臨めるようになるようにしておりますね なお書きのとこですけど、あのこれ、昨年はこれ40時間、合計あの7科目を、ね、憲法、民法、刑法、それから、えーまあ、会社法と、ね、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法の、ね、主要7科目、えー、40時間でやってたんですけど、全部、全部でね、えー、それを今年ちょっと時間増やして、あの43時間30分という形でね、まあ、ちょうどうまくあの、試験に合格に必要なあのことをやるには、これぐらいの時間が必要なんだということで、ちょっと時間を今年2020年のまあ1月に実施するものですけども、えー、ちょっと時間を延ばしてやっておりますね。 で今度、ま、え、る、ーえー、今度、次のページですけれども、矢島の最新過去問、山当て講座あになります。でこちらは、えー、司法試験の最新論文過去問、まあ、具体的に言うとあの令和元年のね司法試験になります。30年以前のものに関してはね、ね平成30年以前のものに関して、ね、あの丸二の矢島の論文完成講座の方であのやってるんですけど、まあ、一番最新の令和元年のお論文試験、こちらの丸四ですね、えーまあ、こちらの方で、えー、司法試験の最新の論文過去問の分析と、えー、直近のね、えー、論文試験の山当て、まあ、つまり、あの 2020年度、まあ、令和2年の、ね、地方試験で出そうなところの山手。て。 をすするためののの講座になってますで、えー、最新の過去問は、ね、この2行目のところですけど最新の過去問は最近の試験考査員が受験生に対してどのような答案を求めているのかを理解するのに役立つ、ね、最良のまあ道具というふうになります。で、えー、最新の過去問と、まあ、私の、ね、作成の回答量を用いて、まあ、本番の試験で求められている法的思考能力の質を、ね、しっかりとまあ理解して、えー、本試験で高評価を得られる答案が、ね、どんなものだかというのをまあイメージできるように、ねえー、することをまあ目的としておりますね。 ところでねやっぱりそのその知識をねちゃんと論文の処理に使えるようにまあしておかないとねなかなか合格。 でできなないわけなんですけんすども、まあ、その事実ね問題文の事実のまあ抽出の仕方法的なその知識法的な規範との関係でね関係する、えー、その問題文中の事実の抽出の仕方そして、えー、その事実に対するまあ評価法的な評価の仕方ですね、えー、まあ本番の試験でこうね先生試験講座員が試験サインの先生方がね、まあ、いいなっていうふうに思ってくれるようなねそういう事実の評価あの仕方なんかをこの試験の直前期に、ね、一気にイメージしてでそのイメージ通りにね本番の試験であのこう少しでもこう、ね、あの思い出して書いてもらえれば まあ、より合格に、ね、近づけるというようなそんな感じの講座になっております。で今度2段落目のところですけどもで各科目あの講義の、ね、前半で論文の,その最新革文の、ね、論文の話をしまして講義をやりましてねで後半の方ではその年、ね、に出題されるその,、ねその,ねそのね、論文試験の山手て講座をやっていくというような感じになってますね。 でこの辺のところをです、ね、あの何かこうとりあえず、えー、勉強、何やったらいい,い,いかどうかというところ迷っているようなところがあったらとりあえずこの4つの講座ねパンフレットの方でで、ね、セットであの、まああこうえー、なっているんですけどね、まあ、この辺のところでやってもらえるとまず合格に必要な能力がね知識、能力が身につくような感じになってますねであとはちょっとこうサブ的なものになりますけどこれは必要に応じてってことになりますが、えー、丸五のところ、えー、担当対策のためのまあ講座 ということで、まあ、矢島の担当対策シリーズですね、特にまあ司法試験に関しては、まあ、これ、予備試験向けのものもあるんですけど、司法試験に関してはちょっと太字にあのしてあります、まあ、家族法ですね、えー、全部で4時間、まあ、矢島の促進プット講座でもあの必要最小限の、ね、家族法のところをやるんですけど、さらにこう担当試験で点数伸ばすためにね、もうちょっと細かいところをやるのが、この矢島の担当対策シリーズの家族法ですね、それからこの丸5の比較的下の方ですけども、憲法統治ですね。えー、まあ こここんななととろろがまあ司法試験に関係あるのかなっていうところですねちなみにこの丸五のところの講座あ2つ目のところ商法相続症行為手形法なんですけど一応司法試験は商法の科目でねこういった商法相続症行為手形法っていうのも一応指定に範囲に入ってるんですけど今のところ平成18年にあの新しいあの試験が司法試験が始まってからまだ今のところ会社法からしか出たことがないんですよね。なんでまあ忙しい受験生がね優先順位つけてまあより出そうな出題されそうなところを勉強するっていう観点からしたらですね、まあこ ここのところですね、まあ、商法方疎通行為手形法の方は、まあ、私の方ではあの司法試験の受験生ね、まあ、余裕がなければ、まあ、とりあえずあの会社法の方をしっかりやってもらえればというふうにね 思ってて考えております、まあ、余裕があればね、まあ、出ないっていう保証があるわけじゃないんで、えまあ、本当に余裕があればですけどね、それであれば、商法総則商行為手形法っていうのもちょっと考えて、えー、もらえればと思うんですけど、まあ、そうじゃなければ、基本会社法の方をね、しっかりと <laughs> あの、ちゃんと矢島の、えー、この促進プット講座、丸一のね、矢島の促進プット講座と、丸二の矢島の論文完成講座でですね、えしっかりとやってもらった方がまあいいのかなっていうふうに思いますね。まあ、あまりこう合格をするためにはね、あのこう手を広げすぎ,ぎない方がいいと思うんですよね。本当にこう、出そうなところを中心にね、しっかりとこう効率よくやっていくと。 でそれでも絞り込んでもね最終的にはやっぱり科目が多いですからね、選択科目も含めたら結構大変なるようになりますので、まあ、大変なんですよね、なんで、まあ、あまりこう勉強を、ね、欲張りすぎずですね、なるべくここ範囲を絞って、まあ、やった方がいいのかなというふには思っておりますね。さてで今度、えー、次なんですけれども、えー、この 改正民法対策講座、でこちらはあの改正前の民法の学習経験がある人に向けたあの講座になっています、こちらの、ね、改正民法対策講座ですね。あのまあ、基本的にはの今年私の方でこうで作る、ね矢島の、丸一の矢島の促進プット講座とかあ丸二の矢島の論文完成講座、まあ、その他あの、それ以外の、まあ、講座も,もう改正民法が所要のものとして、ね、話がまあ進んでいくわけですね。まあ、初めてこう民法を勉強する人おがも そのね、所有のものとして、まあ、あこうやっていくわけなんですけどもそうなると改正前の民法をそこそこ結構勉強している人がね混乱をするときがあるんじゃないかと思うんですね。あそういえば改正前 改正後どうだったのかなって形でその改正の前後の、ね、法律の内容を混同し,してしまうそういう恐れがあるとでそうなってしまうと、ね、改正、えー、された民法のほ、ねえー、こを勉強するのにちょっと効率が悪くなっちゃうので、まあ、そうならないように、ね、改正前のめ民法を勉強をされている方のために改正前のまず民法はこうなっているんですよということを確認した上でまで、あ、こういう理由で改正後はこうなっているんですって形で、まあ、その改正点のところだけを、ね、ざっと、えー、9時間で、えーこうねえー、一気に講義をしていくという,ようなそういう講座がこの丸6の、ねえー、講座になっております。まあ、ちなみに 改正前の民法勉強したことがない方は、あのこの講座はいりませんのでね。あの普通にあの丸1の矢島の促進インプット講座とか丸2のね。矢島の論文完成講座。あとまあ、丸3のねえ方、うん、で。まあスピ山手とかスピードチェック講座まる40304って形でまあ、普通にね。やっていってもらえればというふうに思いますね。さてで、今度またページがあの次のページ。 に行きまして、えー、丸7こちらはすみません、あの選択科目でね労働法、ちょっと私ね、ね自分労働法やってたものですから、まあ、労働法だけ限定になっちゃうんですけど、まあ、選択科目総整理講座で矢島の労働法ですね、矢島の労働法。でこれはあの、まあ、3時間 の講義を5個までインプットすると、これはあの矢島の即死インプット講座みたいなイメージですね。で、それ,それから、この3時間で、えー、その三コマ、合計3コマ、あ、まあ、九時間なんですけど。そこで、あの、私の回答例をね、使っ、<laughs> 用いて。で、その過去問で、まあ、特に、こう、今後の試験に役に立ちそうなね。え、回答例、を、まあ、用いてですね。まあ、論文試験で、労働法の論文の書き方とかね、その本番の試験で、こう、評価されやすいようなね。そういう、まあ、コツなんかをね、ちょっと伝授するっていうような、あの、講座になってますね。で、あの、まあ、ちょっとおまけでね、その、講義の中で。 取り扱わなかかかった過去問問に関しても、まあ、いくつか何問かねあの私の回答例をつけて、まあ、余裕があさらにこう、ね、ちょっとこう余裕があるという人のために、まあ、自学自習ができるようにですね回答例をこう余分に、あのー、つけて、えー、ありますね。であとはこの「丸七のところで、えー、あすみません「この、ね、丸七の「二のところなんですけど直前対策労働法で、えー、これはあのパンフレットに載ってないんですけど、まあ、毎年私のイベントみたいな感じで、まあ、3月前後にですねあの突然こうねパンフには載ってなくて、まあ レックの、ね、ウェブページの方にあに突然掲載してあの告知するんですけど、まあ、こういうものもあのやってます、まあ直前期にね、試験の直前期に、まあ、短い時間で一気に試験の大事な、ね、知識を総、まあ、確認するというようなあのものになってますねこれはあの私の講座で言うとあの、まあ、メイン講座の方で言うとスピードチェック講座にまあ相当するようなものの、まあ、労働法版だということになりますね、まあ、労働法で、ね、ちょっと限定されて、まあ、申し訳ないんですけど、まあ、労働法の方で受験される方はこういうのも考えてもらえればというふうふに思いますね まあうまくこうこの七科目のね必修科目の勉強をうまくねまあこう見計らってですね上手いぐらいで調整してちゃんとこうねあのひ日々えうまいところでまあ各自の自分の都合のいいところでね選択科目の勉強をするようなあのちょっとところをねあの計画に入れておいてもらえればというふうに思いますね。さてであとはですねえとこのマ八はこれあの予備試験の方しか関係ないんでね法律実務基礎科目なのでまあこちらはあのまああまり気にしないでください。あとマル九でこれはあのちょっと水道橋校限定になっちゃうんですけど。 毎年あの1月からあです、ね、試験の直前の4月の末ぐらいまで、まあ、私の方でゼミやってねで私もあの受験生と一緒に付け並べて、まあ、あの6本見ながらあーボールペンで、ね、答案、えー、書いてで、まあ、その、ね、答案をコピーしてすぐ配って、まあ、こういうふうに、ね、あのこ,うこういうところ気をつけてこういうふうに書くと、まあ、合格しやすいんだよという,ようなことを、まあ、やってるんですけどね、まあ、ゼミのはすみませんねちょっと東京で水道橋限定になっちゃうんで、まあ、全国の方で来られない方もまあ多いと思うのでここもまあ,あまり気にしないでください。というわけで、えーまあ、合格にまあ必要な講座あですけどねとりあえずあの今の 何をやっていいのかっていうことがよく分かんない。 迷って,るっていう方は、まあ、まずは1の、ね、矢島の即死インプット講座でまず合格に必要な知識をインプットしてで2の、ね、矢島の論文完成講座でそのインプットをした知識をねとわの形にこうちゃんと使えるようにまあするということですねであとはあ直前対策講座で、まあ、3でスピードチェック講座そして4でねその,山その最新学問とね山当て講座という形でまあしっかりやっておいてもらえればね、まあ、十分あの合格に必要な情報とかその思考力ねを身につけることができますのでね、まあ、そういうような感じ でえちょっっとと考ええてていいもらえればううふうに思いますね、まあ、あとはあの何かご不明な点がありましたらねそのレックの各本校等にまあちょっとお問い合わせをね、えー、いただければというふうに思います。まあ、あとはねあの、まあ、なるべく皆さんあの、まあ、予備校の講座使うか <laughs> 使わないかは別としてですね必ずこう計画をまあ立ててね担当試験が苦手な人はやっぱりこう担当の勉強コツコツ担当の過去問をやったりとかねあと六本のまあ条文をねこう判例六本とかでこう条文大事そうな条文チェックしてまあ読んでいったりとかやっていかなければいけないしあと論文が苦手な方はねやっぱり計画的にですね論文 論文というのは、あの急にできるようになんなくてね。やっぱりこうどんだけ、こう、それまでこう答案書いてきたかっていうところで、まあ決まっていきます。必ずしもあの答練とかね、模試とかっていう形じゃなくても、いいんですよ。あのとにかくね、自分でこう答案を。 書いてみるっていう体を動かしてみるっていうのが大事だと思います。で、それをやるとですね、あのいざね答案書こうとした時に、やっぱ規範その法的な三段論法をしないとまあ当番でできない法的な文章でできないわけなんですけど、まあその時例えば規範が覚えてないってことになったらね、あの覚えなければいけない覚えておかなければいけない規範を覚えてないってことになるんであれば、ああしまったとでそこで反省してあのちゃんと必要な規範とか要件とかをねちゃんと覚えるはずなんですよね。六法を引いてまあその条文上処理できるものは別に覚えなくてよくて、まあ条文のこの辺に書いてあるよってこと。 まああちゃんとねあの理解を回しておけばいいんですけど、まあ、丈夫に書いてないことを、あのこうね、遠に書かなければいけないときっていうのがありますけどね、まあ、そういうことができるようにするためにね、えー、ちゃんとこう自分で手を動かして、えー、で書けるか書けないかっていうのを確認するってことね、別に必ずしも当連とかもしって形じゃなくてよくて、自分であの日々ね、いらない紙とか、なんか余った紙とかに、ちょっとこの基本書けるかなとか、例えば憲法で言えば LRA の基準がちゃんと書けるかなとかね、あと皆さん、今、あの憲法でね、その、 価値のの高い表現の内容規制に対しては、例えばメアかつ現在の危険の基準っていうのがまああ,のありますけど学説の方でありますけど例えばじゃあそれがすぐ出てくるかどうか、ね、書けるかなって試すんですよねで実際そこで、えー、目の前でこう今ね書けなかったらああこれはいかんということであのちゃんとインプットのテキスト戻ってまあちゃんとそこを理解して覚えるようなことをやっていくとそれを日々ねやっぱこうやっていくっていうのがこうコツコツあの合格に必要な力をつけていくっていうことがまあ大事だと。 というわけで、ぜひね、予備校の講座を利用するかしないかにかかわらずね、皆さんなりに自分で計画を立ててですね、しっかりと学習をしていってね、必ず合格をしていってもらえればと思いますね。そんな感じで今回ね、講座、私の講座のちょっと概要説明だったんですけれども、いろいろ無料公開講座とやってますので、ぜひレックに足を運んでいただければというふうに思いますね。あとはインターネットのウェブの方でもね、 色々とこう無料公開講座と出てると思いますので、そういうのでたまにこう刺激なんかを受けてね、なんとかーゴールまでねあの途中で諦めずに、ですねえ諦めることなくあの頑張っていっていただければと思いますね。じゃあ、これでえ今回、この辺のところで終わりにします。何か機会があったらねえお会いできればと思います。どううもお疲れ様でししたたごご視聴ありがとうございました